はい、どうも、こんにちは。今回のライフイズストレンジビフォーアザストーム続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず レイチェルと仲良くなった。しかつレイチェルとクレイお互いになんかこう分かり合ったみたいなパートだったのかなと俺は思うわ。で、それでエピソード1が終わったから、エピソード2からやっていこうか。でも結構なスピードで終わりそうだな、なんか、このゲーム。ライフイズストレンジは基本、5個ストーリーが、5個のストーリーで構成されてたんだけど、これ実質3つだから、ちょっとボリュームは落ちるのかもしんないね。まあ、さすがにね。まあ、ライフイズストレンジは来る、マッ前クス回の、の「ライフ・イズ・ストレンジ」で物語は、だから、まあ仕方ないけどね。あのファイアウォークが工場でライブするなんて、こいつあっにたあったあっ礼儀った。てもんを教えてやるぞ。おい、そこのバカ。さっさと消えな。成績も下がるし、門限も破るし、どうしちゃったあ、の？ちょっと音小さいかな。なん心か。配なのよ。仲良くする必要はない。ただ敬意は払え。おはよう、ブラックヘル。クロエ、どうにかして。あったあった。レイチェルもゲーマーなの？ねえ、これから遠足に出かけない？うわー、なんか驚かやっない？ぱいいよな、この振り返り。私、いつか消えるかもしれない。なんならついていくさ。しかし、よくやるよな。これがもっとね、ここにいたお父さんだったんだね。男の人を覚えてる？パパだったの？出た、山火事。でも、あの女の人は私のママじゃなかった。あ、そんなでもないかな、音量。なんか、意図的に小さかったかもしんないな。空気重っ。いや、校長室はさすがに重いよ。レイチェルも呼ばれた、もしかして。呼ばれてるー。呼ばれてクロエさん、るー。遅刻だぞ。あ、音でかい、ごやっめんなぱ。さい、ダイナーでの仕事が長あれ引いだわ。て、その、すみません。アナウンスが長かっただけだ。小さかっただけだわ。では始めバレたよう。んだ。アンバー君は初めて聞くだろうが、プライス君は知っているな。ブラックウェルの校則は、教育と優れた人材を育成する最適な環境を築き上げるためにあり、じゃあ、レイチで怒られる破のはられ初めたてのなんだでな。は。昨日のことを思い出してみよはい。う。レイチェル・アンバーと一緒に学校をサボって、触りましたね。レイチェルが火事を起こした。その前に2人で街を出ようって約お束した。互い見んなよ、お前。チラ無チ駄ラ見んな。な。話を聞けよ、お前ら。話を聞い聞いてているるのか、振りだクけでロもエ。しろよ、一応。あ、何？クロエ、以前君は私と約束をした。覚えているかね？何も言わない、トラブルを起こさないことを覚えてたとしても変わらない。どっち？四角？トラブルを起こさない？トラブルは副産物でしかない。問題は君の態度だ。あ、なんだとこい君つ。は心を入れ替え、模範的な生徒となることを約束した。まあまあ、その場ではね。したっけ？そして態度が改善されない、あるいはその意思が見られない場合は、君の本校における在籍を見直すと。にもかかわらず、君は昨日これだけの違反を犯した。反抗的な言葉遣い、ネイサン・プレスコットのいじめに関与したという証言もある。いやいや、私は助けてやった助けんたんすだ。よ、先生。何見てんなだるよ。ほど、ものは言いようだ。いえ、娘がいじめをするなんてありえませおん。母さん、言ってやってくださいよ、お母私さん。より同僚と話したら、実際にいじめをやってた本人とさ。同そう僚だよ。ノースの件は別途、ビ慎ビっ重てにんじゃ対ねえ処よ、おする前、こ必ら、要がある。おい。
ビビってんだろてめえ。クロエはそうじゃないと。ねえ母ちゃん。他の生徒の話をすることはできません。今はお宅のお嬢さんの話をしているんです。都合のいい。本当だよね、お母さんてか音でけえな。お母さんだけ音でかいんだけど。ママに弁明、校長に弁明。弁明って言葉はあれだよね、説得みたいな意味だよね多分。ちょ、校長じゃん。校長、確かに印象は悪いけど。貴重な意見をどうも。は？話を続けたいのだが、いいかね。なんだこいつ。はい。さて、その数々の違反行為に関してだが、もういいだろう。もういい。許可なく学校の敷地を出た瞬間、君と東郷との関係は終了した。まあまあ俺の予想通りだな。まあさすがにこれがあってから退学、退学になったのか。今回が決定打だったわけだ。私に残された選択肢は一つ。君は私のせいです。レイチェル。何？え？悪いのは私です。私がクロエを誘ったんです。嫌なことがあったから。ルサバラシ。まあまあそれも本当だよね。それも本当なんだけど、多分私を止めました。私みたいになるなって。でも私どうしても。まあ本当だよ、本当本当。私がトラブルに巻き込まれないように信じてもらえないんだろうな。ついてきてくれたんです、私を守るために。巻き込んじゃってごめんね。クロエは悪くないのに、許してくれる？許すも何も。いやいや、でも許すも、いや許すも何も。え、何これ？許すも何もと気にするなんて何これ？許すも何も。態度でかくいかない方がいいんじゃないの？印象的に。いや、てか許すも何も。そうやって私の味方になってくれるの本当に心強い。てかレイチェルもさ、別にさ、クロエ本当なの？成績優秀かも、はい、成績優秀かもしんないけどさ。クロエじゃないわ、レイチェルもさ、成績優秀かもしんないけどさ、明らかに耳につけてるピアスがでかいんだよ。ピアスじゃなんだ、ピアスってか、なんでイヤリングでけえんだよ明らかに。あ、メール来てんだけど。ああ、そういうことか。明らかにさ、イヤリングでかすぎるでしょ。幼虫人物でしょ、こんなの。ん？ああ、関係者確認。あ、これはあれか、校長からの連絡か。あの、直接じゃなくて。ん？どうです？ああ。ちょ、見ていい？メール。ごめん。ん？クロエがいて、何が？でも嬉しかったんだ。ああ、嫌なこともあったけど、ウケる。今日は一生の、うん？どっから？どっから？1時にメールしてんじゃん。親にバレずに家に帰れたよ。よかった。生まれつきのスパイだな。列車から飛び降りたりするし。ねえ、私たちきっといいチームになるよ。どんな望遠鏡でも黒いの敵にはならないし。ああ、そっちは気絶するふりして潜入調査できるしな。ウケる。今日は一生の思い出になる。嫌なこともあったけど。ああ、でも嬉しかったんだ。何が？クロエがいて。こっちだって、だよね。もう寝た方がいい。明日朝一で校長室だ。うん、私のせいだね。でも楽しかった。いいじゃん。もう。まあでも、クロエが問題起こしまくってるからな。どれだ？これか。校長の山火事のメール見たか？君は大丈夫？うん、そっちは。朝6時？あ、今は部屋にいる。テンペさんとどっか行かねえか。どっか行けるかな？ん？大丈夫だよ。よかった、門限までに帰りなさい。明日は朝早くから学校に行くんだから。またなの、クロエ。どうして？クロエ、これ以上困らせないで。ママも頑張ってるのに。お母さんも大変だな、これ。真っ赤な嘘だ。マジで女優の才能あるわ。クロエ。でたらめだ。いやー、これは。レイチェルがかばってくれてんだからさ、もうこれは便乗した方がいいでしょ。レイチェルもだって嘘ついたみたいになっちゃうから。まあ確かにそうだけど、別に誘拐されたわけじゃない。一緒にやったんだ。レイチェル、今の話が事実なら罰を与えなくてはならん。それでもいい。レイチェル、これでいいのかな。はい。レイチェル、何か隠してないか。隠してるのはそっちだろう、お父さん。もう一度確認するが、
クロエは君を脅したり。脅すだって？お母さんだけ声でけえよ。なぜレイチェルのマイク違うでしょ。お母さんだけよくわかりました。お母さんだけマイク違う。うちのことは違うと。はい。お母さんだけ別取りじゃん。一部の生徒を悪いと決めつけて、うん、ママをけしかける。わしさ、日本語が難しいよ。日本語の意味を分かってないのでさ、けしかける、けしかける、傍観する。まあ見てみようか一旦。こんな不当な扱い、学費の援助を受けてるからですか？少し落ち着いてください。本当ですよ。この子がこの2年間どんな思いをしてきたか。母ちゃん、恥を知っていただきたいわ。母ちゃん、プライスさん、まだ何か。プライスさん、ご意見は尊重しますが、いいですか、うん、お嬢さんの素行に問題があることは事実なんです。まあまあそれ確かに。分かっています。当然クロエも態度を改めなくてはなりません。でも悪い影響を受けていたようですし、もう一度チャンスをくれませんか。レイチェル驚いたよ。いや、失望したと言うべきか。レイチェルごめんね。初犯とはいえ事態は深刻だ。だがひとまず定額にはしないでおこう。しかし君は信頼を裏切った。私のアシスタントからは外れてもらう。レイチェルも本当のことじゃない。劇に出演することを禁じる。え、そんな。レイチェルごめんって。おかしいだろ、上演は今夜のに。おかしいだろ。は？おかしいだろ。クロエっぽく行こう。君の処分はこれから言い渡す。レイ、娘は劇をすごく楽しみにしていたんだ、うん、少し多めに見てくれても。ここは検事局ではない。うん、学校のやり方に口出ししないでいただきたい。あ、結構厳しいな校長。結構なんかしっかりしてんじゃんお前。こういった事態のために劇には代役が決められている。君の代役のビクトリア・チェイス。うん、チェイス君なら立派に務めるだろう。ビクトリアなっちゃうのか。友達がかわいそうで少し取り乱してるみたいです。お母さんだけ別取りなんだけど。いえ、クロエにも相応の処分が必要です。その前に何か言いたいことはあるかね。言いたいことですか。これどうなんの。いやでもさ、これさ、そのさ、ビッグ青びっくりマークせこいよな。青びっくりマーク出てたらそっち選びたくなんじゃん。そんなんせこいわ。それ心理学的にせこいでしょ。ただまあクロエがどっちを選ぶかって言ったら、いやまあどっちもありそうではあるけど、クロエいい子だからな。やらせてください。すいません。私のせいで劇に出られないなんてダメだ。この状況をひっくり返すには相当の覚悟が必要だな。あ、なんかまたいい、また説明来たな。ってかあれなんだよな、多分これで退学食らうのかな。寝言は寝て言えよ。クロエ、この優等生ちゃんがこんなことするわけないだろ。急にごめん。レイチェル自ら認めた。全然話が認めた。現実を認めろ。だからそれがデタラメなんだって。いきなり不良になるやつなんかいるかよ。でもこれがクロエのやることなんだ。絶対にそんな簡単じゃないんだぜ。クロエはこういう子だから。嘘の白状をしたと。クロエは友達守る子だから。嘘と演技、嘘だと思うかもしれないけど、嘘というよりこの子の演技に騙されてんだよ。あ、演技が上手いということをちゃんと。しかしここまで見事に引っかかるとはね。かばおうとしないでいいの本当に。友達のふりはよせ。本当は優等生、本当は狼。指図すんなよ。あんたの取り巻きと違って私は一匹狼だ。
いや、なんかどれでもよかった。若杉ちゃんは黙って食われてな、バーカ。クロエ、何言ってんの。いや、これクロエこそよっぽど女優だよ。姉さんについていこうか。レイジのせいじゃない。恥をかかせて申し訳ない。わかった。校長、学校から抜け出して騒がせんした。これで警備が甘いってバレちゃったし。もう結構。レイチェル、クラスメートをかばおうとする気持ちはわかるが、嘘は認められない。わかるね。はい、先生。劇には予定通り参加していい。いや、これが黒のやることなんだって。絶対に意地張りやがって。どうも。そして黒へ、私は君を定額にしようと考えていた。え、これさ、副学の機会を、レイチェルに従ってたら学校辞めなかったのかな。で、今は君は退学だ。え、そんな。ロッカーを片付けてもらおう。スキップが来るまで校長室の前で待っていなさい。レイチェルに従ってたら退学じゃなかったのかな。ごきげんよう。でもね、クロエだったら絶対に守るんだって、レイチェルを。絶対守る、クロエだったら。絶対に私が悪いって言い張るから。悪くなくても、クロエなら。ごめんね。いいんだ。後で廃品置き場ね。ああ。そういえば自己紹介もまだでしたね。ジョイスです。プライスさん。ローズとジェームズです。こんな形でお会いするとは。ええ、残念です。お母さんだけ声でかいんだけど。なんて言えばいいか。俺だけ別撮りなんだけど、お母さんだけ。そろそろ行かなくては。失礼。ママ、早く済ませて駐車場に来な。クロエ、外まで遅れってさ。これでも、あんただけか、スキップ。くそ、ムカつく連中だ。レイチェル、でもレ、どうなんだろうな。そのなんだ、本当に残念だよ。ありがとう。寂しくなる。そうね、ライフイズストレンジではさ、ごめんね、いいとこで。ライフイズストレンジは一応クロエが辞めたっていう、学校辞めたっていう前提でさ、描かれてたんだ、ライフイズストレンジは。ってことはさ、もしさ、例えば俺はこの選択肢選んだから学校辞めることになったけど、レイチェルに、あったじゃん、もう一個の方、レイチェルに従うみたいな。あっちだったら学校辞めてなかったからさ、また未来変わってたかもしんないんだよな。正直、隠してある葉っぱ以外はどうでもいい。せっかく来たんだから回収しとこう。クロエ、何これ。パパが保護施設から救ったボンゴ、結局車にひかれちゃった。救いなんて幻想だ。いやー、クロエごめんって。クロエにはごめんだけど、クロエ的にはこっち選ぶでしょ。クロエ、油性ペンの守護者よ。これまでよく使えてくれた。宿題。クロエは才能があるって言った後、必ず無駄にしてるが続くんだよな。え、これ。クロエ、もう少し努力してくれないと落第させるしかなくなってしまう。最近は本来の力が全く出せていないみたいね。あなたならもっとできるはずよ。いやー、写真撮ろうか。じゃあ、ん、選べんのか。いやー、そうだよね、そうだよね。あとサインね、これ。私の後は誰が使うんだろう。あ、歴代使ってたやつが入ってんの。書こうぜ。じゃあ、これで伝統ですから。まあ問題児だったけど、え、いいじゃん、この、なんか。
オルモス大体まあ1年間いなかったんだろうな。1年間もっといろいろ書くつもりだったけど、まあいっか。かわいい。なんかつら、やめない未来の方が良かったのかな。でも絶対クロエならかばうんだって。絶対学校は嫌いだけど、うん、隣のロッカーがジャスティンだったのは不幸中の幸いだ。確かに今日の記念に詩を書こうか。比喩表現とか使ってさ。いやークロエごめんって、なんかクロエの悲しいとこ見たくねえわ。あ、一応見てからすればよかったかな。全然ロッカーに荷物入ってないじゃん。あった、これで任務完了だ。あ、これ薬？みんなよ、みんなお前。よし。え？なんだこれ？あ？ジャスティンの野郎。クロエ、よう隠してたやつ借りたぜ。どうしても必要でさ、来週絶対返すからな、ジャスティン。パクられとれないかい？こんなところ大嫌いだ。床から天井まで落書きしてやりたいけど。スキップがいるし。ブチギレん。出る前にトイレ。いいだろ。いいけど、早くしてくれよ。もうそんなこと言わんといてや。俺も楽しませてくれよ最後。なに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 、なにかっこいい。あ、落書きしまくるんですかお姉さん。このトイレ、このトイレがあれだもんな。Life is Strange で、ね、マックスが初めて、ね、ここでね、一番最初の始まりだよな。めっちゃ書くやん。うまっ。空間把握能力高えな、お前。うまっ。うまっ、お前。受精弁はだるいぞ、落とすの。いや、これ見てないな。残ってんのかな、これ。残ってたっけ？そんな荒れてなかったよな、絶対。素晴らしき新世界。ってことは、ちょっと明るい黒が見えるのかな。めっちゃ描くやん。時間ある？そんな。結構トイレいない？そしたら。お、いいね。めっちゃ書いたな。てかめっちゃ書いた。書きすぎて逆になんかうるせえ。あ、バレる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 。切れないんだ。見るだけなんだな。驚いて見るだけなんだな。切れたりはしないんだな。言うて真面目ちゃんだからな、あいつも。名前なんだっけ？あ、ここに乗らないんだ、あいつ。名前、メール来てたよな、確か。ビクトリア。ビクトリア、ここに乗らないんだ。へぇ。あいついるじゃん。パパ。パパじゃねえわ。ふざけんな。誰だっけ？うわ、怖っ。その被り物怖っ。あ、あいついんじゃん。彼氏かどうかよくわかんねえやつ。じゃあな、スキップ。あ。スキップ。もうお前には会えないんだな。見たことある角刈りおるぞ、角刈りが。最悪。あ、レイチェルからメール。校長にやられたね。超最悪だった。
あんたはクソやばすぎ。そっちこそ。で、マジでいいんだ。昨日楽しかったから。うわぁ、その優しさが痛え。逆に。こんなのどれだけ貼っても意味ないだろう。薬やっちゃってるもんな、あれ、クロエが。いやあれ、壊れた鍵。これは犯罪組織の予感。また犯人にされる前に離れよう。こういうパターンがあるんだよね。なんか一回悪いことしたやつでずっと目つけられるからさ、絶対それでクロエもなんか。誰に聞いてもタバコとか最悪っていうくせに嘘つきばっかだね。本当だよ、他人事なんだよあいつらは。課外活動もなし。いや、課内もか。え、嫌だデイビッド、絶対叱ってくんじゃん。嫌なんだけどマジで。あ、これ私の奨学金だった金で直せるかもな。じゃあエリオットに、エリオット君と話そうか。大事になってんな、レイチェルが火事を起こすなんて。え、雨火事一体各自以下の天理粒子がさ、火災落ちくなったことは確かに言ってた。ああ、はいはい、なんか。よ。よ、お前、よ。エリオットとは幼稚園からずっと一緒だった。ああ、そういう感じなんだ。今では。せっちゃ友達、友達か。エリオット。土曜の朝に学校にいるってことは、何かあったな。退学になった。はあ、マジかよ。ああ、まあ今更って感じだよな。ハグしようか。ああ、うん遠慮しとく。でもこいつあんま好きじゃないんだけど俺。あのマックスとさ、ウォーレンだったら俺はもう行くけどさ、もうこいつあんま好きじゃないんだ。クロエに釣り合ってないもん、やだ。そんな大事じゃないから。ああ、ごめん。そうだよ、俺はあんま好きじゃないわ、この子は。レイチェルも呼ばれたのか。うん。どうせ向こうは、おとがめなしだろ。まあな。でも、かばおうとしてくれた。はあ。で、何してんの？チケットを早めに買いに来たんだけど。テンペストのさ、一緒に行けるかもって。え、ああ、そっか、なる。劇の後、何かしようってメール見た？劇はやめとく、行けたらな、ごめん無理。ああ、まあそうだよな、否定的な方になっちゃうよな。まあ行けたらな。約束はできないけど行けたら行くよ。行けたら行くよ。全然いいよ、行けたらで。行けたら行く。そろそろ行かなきゃ。じゃないとママがヒゲ野郎をけしかけてくる。ママの彼氏のこと、まあ、気にすんな。じゃあな。ああ、またな。まあクロも美人だからね、結構。全然てか、グラフィック上がってるせいか知らないけどさ、ライフイズストレンジの時よりもクロエ、あれじゃない？ビジュアル上がってない？どう？気のせいかな？ドラマ満タン？バカじゃねえの？明らかに顔ぐらい上がってない？クロエ。ね？美人だよな、普通に。あ、原付。こんな原付に乗るのは、グラント先生しかいない。かわいい、グラント先生。先生に会えなくなるのは寂しいな。まあ、グラント先生は割と理解者だったもんな。これは校長の車、クソ野郎ってのは儲かるんだな。悠長に止めてんな、てめえ。ぶち壊してやろうか、お前。おい、スポーツ教育は我が校の誇り、つまり金を持ってる理事会の言いなり。なんか落書きスペースあんのか。あ、鳥いるね。あーそう、いいよ、バイバイ。鳥まで見下しやがって落書きスペースないかな。絶対こんだけ広いとある気がするんだけど。スケートボード。これからは
好きなだけスケボーできるな。やるかわかんないけど。うわ、行きたくねえ。我慢できん。デイビッドやめて。絶対怒られんじゃん。だる。クロエ、お母さんと話したんだが。どうでもいいや、ちょっとなんかあれだよな、あーってなりそうだから後でいいだろ。後でいいだろ。これ以上喧嘩は耐えらんない。では誰が耐えればいいんだ、お母さんか。話す必要なんかない、うん、特に鬼軍曹とはね。グレたな、クロエも。ほっとけよ。母親にそんな口を聞くんじゃない。私のママ。言いたいことがあるならママから直接聞く。お前はどうせ一切聞く耳を持たないだろう。お前がいちいち噛みつかずにきちんと俺の話を聞いていれば。めんどくさいこいつ、だるいんだけど。話してんじゃねえてめえ。おい、何よ、無職になる方法、それとも軍人。軍人なら家族と未来を何よりも大切にする。あ、だがお前は学校を追い出されたろくでなしだ。クロエ、これで奨学金はなくなったんだよ。せっかくのチャンスを。ダイナーで働きたくはないだろ。お母さんだけ違うんだけど、音質が。ダイナー何が悪い。友達を助けたかった。ここで本当のこと言うか。ちょっと友達が困ってた。友達、レイチェルのことかい。ケンジの娘に助けはいらないだろ。まあそういう話になっちゃうよな、親同士だとな。私の方だよ。平和な家を取り戻させてくれ。とにかく今はみんなお互いに歩み寄ろうじゃないか。クロエ、ジョイスは俺にとって大事な人なんだ。この先お前が態度を改めてくれると言うならば、昨日のことはなかったことにしてやってもいい。なんだい、昨日のことって。俺への暴言、悪態、他にもいろいろ言い出したらキリがない。そんなでもなかったろ。謝るなら一からやり直しにしよう。なんだその態度は、てめえ。おい、いやーでもちょっとな、ずっとやってきたからな、家族に肯定的な反応選んできたからな。やってやるじゃ。そうだな、リセットしよう。分かってくれたか。いいか、これからは俺がジョイスを支える。クロエ、お前がこれ以上道を踏み外さないようにな。結婚すんのお前ら、やめてくんないっすか。ママ。クロエ、ポケットの中身を全部出しなさい。車の上に並べるんだ。なんでだよ。やり直す前にはっきりとさせる必要がある。めんどくせえ。すぐに出せるはずだろう。薬持ってないでしょ、でも今。ママ。なかったから。あんたはすっこんでろよ。ママがこんな。クロエ、ごめんよ。でもデイビッドが。ジョイス、私たちでこうするしかないって決めたんだ。さあクロエ、グズグズするな。やだ、俺こんなお父さんやだ。何これ、選ばせんなよまた。もうでもやましいものあったっけ。ないんじゃないので、薬はパクられてたからさ、幸いにも不幸中幸いでパクられてたからさ。いやー、もう拒否したいけどさ、もう関係悪すぎるもんだって。分かったよ、出せばいいんだろ。ごめんねクロエ、俺したくないんだよこんなこと。あ、レイチェルからもらったやつじゃない。まあ、タバコぐらいしかなくないで、これやましいもの。
反抗的だな。人のことを根拠もなく疑うなんてマジ最低だな。タバコは NG じゃないの？でも大学になったばかりなのに随分な態度だ。クロエ、ごめんよ、許してくれ。ママは許すよ、そりゃママは許すよ。じゃあこいつと二度と口聞かないって約束して。クロエブレブレだ、ごめん、俺が変なの選んだからブレブレなってる。クロエのキャラクターがごめん。デイビッドもいい加減にして、これからは全員態度を改めるのよ。全部やり直しましょう。無限ループしてるじゃん。私をこの3人で作っていくんだ。やだよお母さん。どういうこと？話し合った結果、ここにいる全員のために俺が一緒に住むことにしたんだ。やだ、家出よう。家出だ。ふざけんな。クロエ、いろいろありすぎてもう私一人じゃ無理なんだよ。俺がいればしっかりと家事を取ることが。お前調子そうなてめえ。おいクロエ、少しは謙遜しろよ。あんたの気持ちを聞かせて。私はダメな娘だ。その底出すのせこいわ。いやでも俺はこっちだな。ママが頑張ってるのは分かってる。私がもっと辛くさせてることも。クロ、いい子なんだよ。でもこれはあんまりだ。もうこうするしかないんだ、クロエ。ママが私よりデイビッドを選ぶなんて絶対ないと思ってたのに。どっちを選ぶとかじゃない、三人で一緒に家庭を築くんだ。あまり悲観するな。これでお前もやっと落ち着いた家庭で暮らすことができるんだ。まあまあ調子とんのよてめえ。おい角刈りがよ、お前調子とんじゃねえぞお前。こっちとろお前、大事な父ちゃんが亡くなってんだぞてめえ。おいてめえ何が分かった、分かるっつんで角刈りよ。おい何これ、何これ、なんか連行されるみたいな。連行される前になってんじゃないこれ。パトカーに乗せられる犯人みたいな。おい、私に家はない、こいつがいる限り。クロエ、クロエ、放っておけ。頭を冷やしたら帰ってくるだろう。あいつもちゃんと動いてるおもろ。あでもちょっとキリーし、ちょっと時間も時間だからやめるわここで。次のシーン始まったらやめる。いやでも重いわやっぱ。なんだろうな、ちょっとまた違うよねテイストが。Life is Strange と重さが、なんて言うんだろう、なんか家庭の、家庭がすごい重い家庭の家族関係がすげえ重いわ。まあ いや、とりあえず今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。